かしこまった。こうなったら容赦はせぬぞ。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の刃大使ウィズパーティーと、天皇山シナリオの森家編ですね。できればもういい加減、今回で、あれですね。北条さん終わりにしたいね、もう。ただ単にダラダラとね、時間だけが過ぎていくようなね、お湯ね、本当に大嫌いなんですよ。このぐらいかな。出陣せよ。で、こっち2万でこっち来るんでしょ。ここで当てて、あれしてあげようか。倒してあげようか。3万6千。移民でやっと除染。疲れる。3万6千。出陣するぞ。ここも、空母船移民でや。出陣せよ。じゃこんな感じでね、行きたいなと思います。皆の力、合わせよう。皆の力、合わせよう。皆の力、合わせよう。勝てるでしょ。勝てばよい。それが戦よ。戦に勝つが、おののふの役目を。いや、ちょっと通り魔やっちゃった、通り魔やっちゃった。これ通り、完全なる通り魔ですね。こっち行こうか。こっちじゃないな、どっかもっといい場所。行っか、ここで。出陣するぞ。で、で、こっちからも、出そうか。出陣します。行きます。出陣します。はい、では進めていきます。まだ死にとうない。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。兵糧化を取引を行いましょう。闇取引。この志必ずや果たしてみせようぞ。もっと舞台出せないのかな。出せるね。こっちに出して。後に続け。我に続け。いざ参ろう。我に続け。こんな感じでいいかな。あとひゅっていけば多分いけそうな感じするね。ただ上杉さんが攻めてこなければの話ですけどね。ああ、上杉につこう。手を貸してやろう。戦に勝つが、おののふの役目よ。お前らに北条はあげない。出陣するぞ。報告します。先月の収支です。これより表情を行う。商業。これにて表情を終える。特に欲しいもんないね。ご命令を。これどこだ。相馬家。相馬さんだったらあげるよ。あ、今日かな、忘れた。
手を貸してやろう。報告します。先月の収支です。ご命令を。問題なさそうだね。兵糧買っとこう。取引を行いましょう。立ちはだかるなら打ち砕くのみ。かたじけない。大丈夫だよね、多分。包囲してるんだよね、ちゃんとね、これね。包囲じゃないよ、攻撃してんの？ダメだよ、攻撃してさ。あ、一部隊しかいない、これ。行きます。しょうがないじゃん、ここ張り付いとこうか。進みます。皆、勝ち時を上げよう。ありがとうございます。モイル。しょうがない、ここ行っとこうか。後に続け。赤子の手をひねるようなものよ。行くぞ。そこまではいらないかな。ここまでいらないかな。こっちあと何日？ダメだよ。ちゃんと防衛しとかなきゃ。承知。移動。かしこまりました。これ、王道なんかあれだね。なんか、かなり地雷だね。商いを始めましょう。報告します。先月の収支です。ご命令を。この志必ずや果たしてみせようぞ。取引を行いましょう。報告いたします。これより表情を行う。これにて表情を終える。あー、なんかこれ取っとこうか。2人入ってきたね。弱いね。かたじけない。兵糧か。取引を行いましょう。買えなかったですね。商業を進めて、商業を進められるってことは、歩兵しなきゃいけない場所があるってことだね。歩兵。この辺か。かしこまった。ちょっとこれ、結構、時間かかっちゃうんだけど、しょうがないね、ここはね。ここはあと何日ぐらい？あ、交渉ついた。交渉しよう。すぐ交渉できる。全部確保お願いします。はい、ありがとうございます。そうしろ！おらい受ける！じゃあ全員返します。じゃあここも
あ、一気起きてた。もしかして、もしかして、これ一気起きてる？へぇ。じゃあ、進めようか。そしたらもう、あとあれだね。上杉さんだけなんで、攻め込むのはね。楽かな、多少は。報告いたします。かたじけない。ゲッチよ。歩兵しよう。41回にかかるとかね、本当にね、これ。歩兵遅すぎます、このお家ね。うん、まあ、この対面はね、強い対面じゃないのでね、一応ね。最弱ってほどでもないんですけど、この、加盟存続ね。うん。最弱ってほどでもないんだけど、うん。にしても、ね、兵がいなければね、戦できないですからね。うん。上杉さんと北条は講和するまでできないってことね。戦争できないんだね。じゃあその間に情報いっぱい貯めとこう。取引を行いましょう。皆の力合わせよう。使いの者が来たようです。ああ無理です。あのさ、上杉さんと北条の戦争に乗っかってあげてたのこっちですよ。飽きないよ、始めましょう。そりゃないよね。報告いたします。ひどいわ。ご命令を。義も減った車ない奴らですね、こいつら。義に生きる武将じゃなかったんですかね。かしこまった。取引を行いましょう。兵糧変取引。この志必ずや果たしてみせようぞ。でもさ、あれだよね、包囲網に参加してんのはさ、たった二つ勢力、ここ二つだけだもんね。それ大したことないね。うん。いいんじゃないこれで。プラス1万差で、うん。我に続け。これで負けたら、ちょっと、あれです、なんか、うん。文句言いたくなってきますからね。うん、いいんじゃないこれで。先陣を切らせてもらう。じゃあ、もう適当になってますよね。我が領内に敵が迫っております。うんうん、こっちに 42,000 で、こっちがいくつく？ 6,900？ こっち 6,900 くらい簡単に出せますよ。うん。あ、一応うちのような陣地の中で戦おう。進め！こっちの方が楽ですね。我が志、必ずや果たさん。待機する。勝てるでしょ。負けるわけにはいかぬみでな。赤子の手をひねるようなものよ。出陣するぞ。こっち出そうか。出陣するぞ。報告いたします。これより表情を行う。商業と軍事でいいかな。これにて表情を終え。ゲッチ。ここ取れたとこと商業あったとことは歩兵だね。ほら、たったこんだけ増やすだけで4回使かかるってよ。1000ちょっと増やすために4回使かかるんだよ。承知いたしました。俺は遅すぎるよ、本当に。
兵糧買おうか。取引を行いましょう。手紙はどうなんだろう。いいね、いいね、いいね。あと1枚ずつでいけるようになったね。はい、じゃあ、あげとこう。じゃあ、進めていきます。助太刀に参った。力を貸すぞ。世の汚れを払い。家康軍と同盟だったんじゃないのかよ。我が領内に敵が迫っております。あのさ、秀吉、家康君と同盟結んでたんじゃないの？友達の友達はお友達ですよ。悔しいなぁ。あー、ここはこっちから進むよ。4400の。ここが、じゃあ、こういう感じで、4万のとこ4万、4万、4万、4万で4万で。4万持ってけば、向こうもマックスを出してくるでしょ。で、プラス1000でしょ。遅れを取るな。で、何日かかるって、これ。32日か。準検所作っておきたかったな、もっと。骨潰してね、準検所にしとくべきでしたね。はい。まあ、プラス1000だったら勝てるでしょ。30% ぐらい、はありますからね。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。はい。手を貸してやろう。勝てますね。皆の者、大義であった。行くぞ。そのままこっちに向かわせて。出陣するぞ。なんか、来てるね。あー、ここいないからか。あんまもう出る場所ないもんね。行くぞ！これ女子であげよう。その代わり他の場所もらおう。こっち行っちゃうとこっちは行っちゃうね。こっちからもらおうか。出陣するぞ。藤吉田はあと何日？33日。あとで入れて防衛すればいいね。勝って勝って勝ち続ける。ほいで。強行57でいきます。強行21日、大丈夫だね、もうね。あと何日？ 16 日ね。織田家。いいよ。報告いたします。すまねえな。なんか、同盟いかんです？延長、延長、延長、延長。かしこまりました。問題ないね。はい、じゃあ、歩兵しよう。小田さんが、かしこまりました。いい働きしただろう。あ、ね。配下に加えてくれって言ったんで、加えておきました。かしこまりました。じゃあこんな感じかな。これあとどのぐらいだ、北条さんは。100日。北条さんとも多分、ね、
今のホイモで、リセットがかかってるんでね、そこら辺はね、いいですね。5000? めんどくさいな。これでいけば取れるんじゃないの？で、ここに、これ上司は3人ぐらいだっけ？参加者3人だね。うん。これ、ちゃんと城作ってないからね。いつもちゃんと城作ってればいいんですけど、一個一個はね、全部のお城作るのは結構大変だからね。海賊。近いやつ。7かな？ここら辺でいいです。3人入れとこう。うん。で、ここで当たるんだよね。うん。で、こっち側に、出しとこう。いざ参ろうか。あ、ちょっと減った？まあ、いいや。我が志、必ずや果たさ。勝てるよね。勝てばよい。それが戦よ。で、当たるから問題ないね。で、これは勝てるでしょ、多分。我らを甘く見たようだ。うん。で、ここら辺も。いいんじゃないのかな、これ。我に続け。多分ギリ勝てるラインぐらいですよね。はい。これ硬いんだね。ここは、お城 A か。じゃあ B 行く？手を打ちましょう。でも出てきてくんないよね、これね。ただでもここで待ってる、こっち行ったらいいね。進め！ここちょっともっと準拳場立てる、強化しとこう。記憶104日、大丈夫だね。ほい、47で、いいね。我らの勝ちだ。勝ち時を上げろ。どこ取った、どこ取った。あ、こっちだね。参る。ただ、どんどん進めていきます。出陣するぞ。2万5000。大丈夫か、ここ、戦場。参る。あ、大丈夫だね。進めていきます。時間かかっちゃうから水攻めにしようか。これで籠城で自動設定177%分。177日持つんだったらこれ入れるよ。これぞ我が武、我が力よ。よし、いい感じ。行くぞ。こんなところになんか行かないで、5万人でしょ？進むぞ！いくらでもちょっとや、そこで、ね。おい、してて。うん。飽きないを始めましょう。関係ないですね。します。先月の終始です。ご命令を。はい、ということで第12話はね、この辺で終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。